められていました。ただ今日よりは、まあ、本当打たれたところだけだったという感じでした。ここはリチャード取れません。レフト前ヒット、三遊間破っていきました。阿部毎回初球カーブからまずストライクを取ってきました。びっくりするようになってくるし、そうですね。阿部インテも今日ヒット1本払っています。ここも重要な場面ですがファウルボール。目玉です。有原、これもカットボールかファウル高さでした。これも何度か当ててファウルボール。インサイド詰まりながらファウルボール。ここも粘っていきます。これもファウル、これもファウルです。これでちょうど100球になりました。まっすぐですか。これもファールです。ここで捉えるか。左中間へ打球が伸びる。センターの攻撃、フェンスまで到達した。阿部が最後捉えてきました。コンクラベとなっていましたが最後14球目、阿部が捉えて左中間へツーベース。またまた先頭を許しましたがノーアウトランナー二塁。何ですか最後の。いや本当しっかり最後ね仕留めたのもありますけども、最後結局最後同じボール満塁ですから。低め打たせてショートに間に合った。二塁、二塁、一塁はどうか。セーフです。一塁セーフ。警察不正の間に1点、勝ち越したイーグルス4対3。警察コースかギリ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 ところに飛んできましたが6-4-3ゲッツはならず。その間に楽天が勝ち越しです。どうですかこの辺のプレーは。そうそう、これカウか。左右間狭いところ抜けていった。タイムリーヒットです。1点追加。阿部今度はしっかりとランナーを返す。タイムリーヒット5対3。痛い1点を9回の表ホークスは与えました。なんとか1点差で9回裏迎えたかったホークスですがノーアウト満塁。